はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきますが、今回は久しぶりに、海外のガレージキット、こちらをね紹介していきたいと思います。一応ね箱見ていきましょう。まあ、箱っていうか段ボールですね。はい、今日やっと届きましたね。海外から1ヶ月かかりましたね。はい、こんな感じででかいっす。相変わらずでかいっす。はい、いやーでけえ。一応ですね、これは開封したら飾る場所としてはね、龍剣の横はね、今ちょっとエアブラシの塗装ブースになっちゃってますから、簡易的なね、ちょっとここのね台座に、乗っけて飾ろうかなと思ってますね。はい、ではちょっとね箱を見てみましょうか。はい、はい、一応ね上蓋を外しましたら底面がこうですね。はい、まあ模様とかを見ればだいたいわかりますかね。はい、ユースタジオ、はい、幻影ですね。はい、いやでかい。はい、ではガサッとね持ち上げて出してみましょう。はい、一応ね、段ボールから出しました。箱はこういう感じですね。さっき見た天秤がこう、はい、でモンキー・ディ・ルフィ、はい、と書いてありますね。でまあこの模様ですね。はい、もうギアフォースの模様です。はい、横はまあほとんど何も写真も何もないですね。はい、まあ裏面も同じですね。はい、ということでね早速、発泡スチロールの方見ていきましょう。はい、発泡スチロールのどこまで持ってきました。一応ね、1段2段、はい、2段階になってますね。はい、ではもう早速ね、切ってあるんで、1段目見ていきましょう。よっと、いやまあいつものごとく、はい、こういう感じで入ってますね。早速、ルフィの体かな、相変わらず防腐剤みたいなのが入ってますね。まあ、これは頭だね。これは、あれですね、ガトリング撃ってる時のあれパーツですね。磁石式ですね。はい、すごいね、アシュラマンみたいな感じになってる。これはバウンドマンの腕ですかね。ね、これって取り出しづらいんだよな。これは岩のエフェクトパーツか。でこれが煙かな、エフェクト。こうですね。はい、うわすごい、手のひら、うおーすっげー、色がめっちゃ綺麗。はいはい、ここも煙だね。
して炎のエフェクトで、あ、これは麦わら帽子。でここら辺も、ルフィのパーツですね。一部がクリアパーツになってますね、それが結構入ってます、で、あれ、もう一個、もう一個麦わら帽子、麦わら帽子が2個、はい、あ、もう一個の頭部パーツ、頭部見ていきましょう。はい、これはプーって膨らましてる顔のフェイスパーツですね。でこれも手パーツ、もう武装色まとってますね。こっちは普通の手パーツ、これも煙か、あれ、これも麦わら帽子、合計3つあるのかな。で炎のエフェクト、ルフィの本体で岩、この岩が一番でかい岩かな。で煙でエフェクトと、はい、そうですね、こういった感じが1段目ですね。はい、ではとりあえずね、1段目ちょっと全部出してみますか。はい、はい、一応ね、1段目、全部取り出しました、こういう感じですね、腕パーツがこうで、麦わら帽子が各ルフィの個体につくんで3つ、はい、で1個目の個体が、こちらですね、絡む絡む、こうガトリングをね放ってるルフィ、はい、はい、まあこれにね一応あの下の台座とか含めれば多分ここら辺のパーツがくっついてこう放ってる感じになると思います。それで、こちらがね、バウンドマンに変身する前のルフィ、膨らます感じですね、かっこいい、いやすっごいよこの出来、いやー細かいね、ほんとね、いやすっげえ作り込みが半端ないよな向こう、ほんと、いやすっげえ、はい、で、もう一個入ってた頭部パーツが、バウンドマンの顔ですね。いや、いいねバウンドマン、はい、で、バウンドマンの手に、岩ですね、で、炎のエフェクトに、雲のパーツ、はい、雲じゃない煙か、はい、という感じですね1段目は、はい、ではね、下の段見ていきましょう。はい、2段目開けました。こんな感じです。でっかいパーツがいっぱいありますね。はい。まあ、その中でもちっちゃい岩。はい。で、まあ多分これはバウンドマンにまとってる煙でしょうね。多分ね。一番でかい煙ですね。で、これが、
防腐剤が多いね。あ、これが、うん、これもあれだね、土台だね、うん、煙と土台で、これがバウンドマンの体。すっげえ。ごっついな。で、これがあれですね、ネームプレート、モンキー・ディ・ルフィ。かっこいいね、レッドで、うん、で、一番奥にまたちっちゃい炎のエフェクト、はい、ここにもなんかあるね。これはプレートですね。これはプレート。よいしょ。あ、ちゃんとなんかビニールがついてますね。うん、これにプレートがちゃんとついてます。はい。かっけえ。ちゃんとシリアルナンバーですね。100体分の47。はい。まあ100体限定ですね。裏は何もなしと、はい、これ多分こう入れて飾る感じですね、はい。一応以上ですかね、はい。では早速ね、またちょっと、パーツ全部出してみましょう。はい、2段目もね、全部出しました。はい、見ていきましょう。まずちっちゃいはね、岩に、これが、煙ですね、うん。で、これが、ルフィのね、腰巻き、はい、が3つついてます。これも煙で、煙で、岩、はい、で、本体は、いや、すっげえなこれ、超リアル。なんかいけないところになんかこう出っ張りができちゃったっけ。いやー、すげえ。うわ、まあ、重さはね、まあ重いんですけど、そこまでっていうほどでもないかなっていう感じで、シリアルプレートね。で、一番びっくりしたのがね、これちょっと動かしますか。よいしょと。よっ。はい、ドン。手。めっちゃでけえな、この手。右手ね。もうほとんど自分の拳と同じぐらい。すげえでけえ。何これ。めちゃくちゃすごいねこれね。いやー、すごい、超でけえ。はい。で、一応ね、下の方に、これ土台がね、これ一番重いのよ。これだけ多分10キロ近くあんちゃうかな、これ。よいしょっと。よっ。裏にはね、ちゃんと、はい、シリアル。ルフィの顔に、シリアルが入ってますね。はい。まあ、ここら辺もね、偽物と本物の区別がつくんじゃないでしょうか。よいしょと。この何人はともあれね、海外のガレージキットは本当に壊れやすいんでね、もう30センチの高さから落としてもなんかこう折れちゃうぐらいの繊細さなんでね、一応今のところ見た感じね、今回折れが一つもないんですよ。めちゃくちゃいい個体だな、うん、絶対どっか行ってんなと思ったんだけど、
箱、段ボールとかね、箱はねちょっとダメージあったからちょっと気にしてたんですけど、今回はない、多分ないと思う、うん、まあ組み立てながら見ていきますけどね。はい、ではね、早速ね、もう組み立て終わったやつを、見ていきたいと思います。はいはい、全部ね組み終わりました。はい、じゃあ早速ね見ていきたいと思います。こちら、はい、いいね、ギア性感とかな、ゴムゴムのジェットガトリング、はい、すごい、では真打ち、はい、ギアフォースバウンドマン、こちら、じゃじゃん、うわでかい、ちょっとね腕まで入んねでかっ、モンキー D ルフィ、ドン、すげえ、すさまじい出来、めっちゃかっこいい、でけえ、これはね一応回転テーブルに乗ってるんで自力ですけどね、回しましょう、いやすっごいな、で見るか、よいしょっと、はい、こんな感じ、龍拳と比べてもね大きさがよくわかりますね、いやーすげえ、しかもなんかルフィが3体ついてるっつうのがすごいねすげえわこれ、ボリュームがすごい、いやーかっちょいいな、いやーすごい、あとねこれすごいのがね、小さい方のルフィがねちょっと変えられるんですよ、ちょっとお見せしたいと思います。はい、こんな感じでね、お互いの岩のパーツをねちょっと交換するだけで、こっちはこういう風に、まあ、デパーツはね外してもいいんですけど、はい、めんどくさいんでそのままにしてます、こうやってね、はい、入れ替えることができます、ちょっと離れて、はい、こんな感じで
いやーすげえ。こういうねちょっとした遊び心があるのはいいですね。いやーすげえ、ジェットガドリングとギアフォース、バウンドマン。いやすごいね。いやこういう感じはいいね。こうやってね本体を付け替えたりできるっていうね、遊び心。うん、はい、といった感じですね。今回、久しぶりに、ガレージキット、購入してやっと届きましたんでね、ご紹介させていただきました。ぜひねこの機会にチャンネル登録またはいいね、あとコメント欄も受け付けてますんでね。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。